Buenas tardes. Phoenix. どうも、PJLL のパハロンです。はい、勝敗予想ね、昨日に引き続き今日もやってみたいと思います。今日は、ドミニオンの勝敗予想でございます。まあ、ドミニオンのカードですね、今のところまだ3つしか発表されてないんですけど、まあ、おそらくですけど、US ヘビー級もこの辺絡んでくるんじゃないかなというふうには思うんですよね。あと、ジュニアタッグとかね、IWGP のタッグとか、その辺の試合も、入ってくるとは思いますけど、とりあえず今、この収録時点で発表されている3カードだけの予想、やってみたいと思います。はい。まあ、まずはですね、ネバー無差別級選手権試合、石井智弘、VS、太一。ということですね。まあ、ネバーのベルトを取りました太一選手がですね、やりたい奴が一人いるから俺はそいつを指名したいということで、指名したのがその石井智弘選手でございます。いやー、これはね、この試合もね、ニュージャパンカップね、で、石井太一やってたわけなんですけど、まあ、非常にいい試合に、まあ、なってましたし、どっちが勝ってもいいっていうね、試合なんですよね、これまた。だって石井選手が、ね、まあ石井選手過去にネバーチャンプだったことももちろんあるわけなんですけれども、まあその石井選手が取って、そのバチバチの試合を見せるネバー戦線というですね、一つのラインをもう一回復活させてもらってももちろん楽しめるし、まあ、太一選手も一度だけネバーチャンピオンになりましたけど、まあ、防衛することなくですね、ベルトを落とし、という形なので、太一選手の防衛ロードも見たいという気持ちも当然あります。なので、これね、これも難しいんすよね、予想が。まあ、あとこの後の展開がね、なかなかまたこれ両者が勝ってもこの後の展開が読めない部分があるので、ただね、まあ一つだけの僕の中でポイントとなるかなというのは、まあ石井選手っていうのはですね、結構来るもの拒まず的な部分が多くて、その、自ら何かを仕掛けていくっていう感じが、まあ正直あんまりないんですよね。で、昨今の展開を考えると、やはり自ら何かことを起こして進めていく選手の方が、まあ話題提供だったりとかっていうのもできるし、まあ物事をね、展開させていくには、そういった力を持ってる選手の方がいいのかなという感じもしないでもない。というところを考えると、これは、太一選手なのかなというふうに思います。はい。で、まあ、その後、絆ロードで何かしら因縁が生まれてベルト戦をやるか、まあ、G1 での因縁が生まれてのベルト戦になるのか、みたいなところになっていくかなという感じはしますね。なのでね、まあ、この辺は太一選手かなというところですね。そして続いてはですね、IWGP インターコンチネンタル選手権試合、いぶしこうた対内藤哲也でございます。はい。で、こちら、なんですけど、まあ、皆さん、大方の予想で言えば、なんですけれども、もう内藤哲也はね、もう負け続けてるわけです、いぶしこうたに。ね。それを考えるとですね、大方の予想だと多分おそらくこれは内藤哲也が勝つというふうに思われてると思います。ただパハロン、私の予想はですね、いぶしこうたでございます。まあ聞こえるね今。ブーイングの嵐が聞こえるね今。もうロスインゴファンのブーイングの嵐がね、今聞こえちゃうんだけど、僕はね、言っとくけど、僕は内藤ファンだからね。まあ、それでも、僕が内藤選手を負けさせる理由、というものはですね、この次の動画で紹介したいと思います。内藤哲也、二冠ストーリー。それでも、僕は内藤哲也を
負けさせるバージョンというのをですね、次の動画で発表したいと思いますので、それを楽しみに待って、内藤哲也ファン。歓喜するぞ。泣くぞ。いや、あんま、煽らない方がいいかな。あんま期待値上げない方がいいかもしれないんで、それはそれで待っといてください。もまあ、やっぱりね、この今の勢いだったりとか、まあ、そういったものを考えるとですね、僕はここでも、いぶしこうた選手が防衛するという流れあるんじゃないかなというふうに思っています。はい。まあ、特にですね、もうイブさんミーティングと呼ばれるようなファンイベントまでいぶしこうた選手ね、これやり始めてるんですよ。つまりですね、これはもう新日本プロレスからのプッシュが、おそらく強烈に入っている可能性が高いです。いぶしこうた選手がいればね、女性ファン獲得できるという公算ももちろんある部分があると思います。はい。まあ、そこの勢いとか、まあ、いぶしこうた選手のやっぱマイクパフォーマンスもね、全然すごく上がってきているので、もちろんプロレス内容はもともと激しい試合する選手ですからね、あんま言うことありませんけど。っていうことを考えるとですね、まあ、ここでいぶしこうた選手がまた防衛すると、いう可能性も考えられるのかなというふうに思います。大丈夫だ、内藤ファン。次の俺のストーリーで何とかするから、内藤哲也は。まあ、ストーリー上だけなんだけどね、何とかするのはね。でもね、いぶし選手がまた行っちゃうっていう気も。でも、まあ、大方の予想はね、そのね、星取りを考えれば、ここはまあ、大方内藤哲也さん行くんですけど、僕はね、ここで内藤哲也選手行かない方が、その僕の考えたシナリオ上は、もうファンがもう爆発的に歓喜するみたいなところを考えると、ここで内藤哲也はベルトを取らない方が僕は面白いんじゃないかなというふうに思っています。だから最高の内藤哲也を、僕のシナリオで演出したいと思います。なので、次の動画ね、待っといてください。はい。そして、続いての試合が IWGP ヘビー級選手権試合です。こちらは岡田和親対クリス・ジェリコでございますね。唐突に。ドンタクのね、最後で唐突に俺が IWGP に挑戦するよっていうビデオをクリス・ジェリコ選手が、まあ、送りつけてきたということなんでございますが、まあ、この試合に関してはね、まあ正直ね、僕はね、なんでこのタイミングっていうか、もうジェリコさんとやる必要なくねって僕は個人的に思ってます。クリス・ジェリコファンには申し訳ないんですけれども、はい。もう、岡田選手の、なんだろうなーと思いながら、ジェリコさんとやるのかーみたいな。なんかもういいんだけどなーと思って。でまあ、ジェリコさんも AEW ですからね。そこがまた嫌なんですよ、僕は。まあ前の愚痴動画でも言いましたけど、苦手なんですよ、エリートが。ごめんね、エリートファンの皆さんね。だからね、あんまり絡んでほしくないんですよ。だから嫌なんです。で、しかもね、IWGP じゃないですか。新日本プロレスで最も権威のあるベルトなわけでしょう。まあ、ここにさ、ネームバリューがすげえかなんか知らねえけどさ、まあ、いきなり来ていきなり挑戦する。岡田和親前言ったじゃん、柴田の時にさ。ねえ、挑戦したいって言えばできるベルトじゃねえんだ。ニュージャパンカップ勝ってこいよって岡田さん言ったじゃん。そこもさ、なんとかしてほしいわけ。その言葉も信念貫いてほしいわけ、岡田さん。まあこれ会社的なあれがあるからしょうがないと思うんだけど。もう本当にね、だからほんと、もうクリス・ジェリコに G1 優勝してから来いよぐらいなこと言ったらいいよ、岡田さん。もう俺はジェリコを超えてんだよ、みたいな。あ?みたいな。今更ジェリコですかぐらいなこと言ってよ。もう言っちゃいなよ、もう。は?つって。ジェリコ?は?みたいな。言っちゃいなよ。WWE の2軍じゃねえんだよ、新日本プロレスはって。言ったらいいじゃん。だからもうほんとね、G1 優勝してからでも来いよ、つって。言ってあげればいいんじゃないの。だってもう、言うてもね、ジェリコさんのね、
言うほど AEW の試合も見ましたけど、そんな言うほどパフォーマンスすごかったかねというですね感じはするんすよ、試合内容とかもね。はい、だからいつもうそのね、名前がすごいとかよりもやっぱ今どんな試合をしてるかの方が僕はね、僕的には大事なので、だからそれを考えると今クリス・ジェリコさんとやる意味あんのかなってまあ思っちゃうんですよね、なのでね、まあこれはね、もう まかり間違ってもですよ、あのクリス・ジェリコさんが取るってことはまあないと思いますんで、まあこれはもう間違いなく岡田和司会で勝利ですよ。でね、まあもしね、あのまかり間違ってだよ、キーね、あの新日本プロレスさんまあもしまかり間違ってだよ、もうこれクリス・ジェリコが IWGP 取りますみたいなことになったらですよ、もうふざけんなと、もう僕の怒りは頂点に達するので、また盛大な愚痴動画が上がるねみんななんか僕の愚痴動画に方がいいみたいな感じの流れがなんかこのチャンネルはできてるんだけど僕が愚痴りたくないんだ別にね、愚痴りたくないんだよ、やっぱり良くないじゃん、ネガティブなことを発する人の周りにはね、いい人集まってこないよみたいなこともあるじゃん。だからね、別に愚痴りたくないの僕は。でもさ、愚痴りたい現状がめっちゃできてしまったらさ、もう出すしかないの。うん、それは愚痴るしかないの。だからね、もうそこはね、勘弁していただきたい。だからこれもうまかり間違っても、ジェリコさんがね、ベルトを取るなんちことはないわけですよ。って考えるとね、ドミニオンの、ドミニオンの最後の試合なんですけど、まあ、なんちゅうかね、なんかまあ僕の中ではそんな盛り上がらないね、試合なのかなというふうには思ってます。まあ、でも、ないと思うよ。ないと思うけどね。まあ、もしね、ジェリコさんがそんなことになった日にはもう、暴動ですから。暴動起こしようがないんだけど。起こしようがないんだけどね。だからそこはもう、まあね、皆さんね、まあ、新日本プロレスの皆さんね、まあね、もちろん WWE ファンの皆さんとかね、AEW ファンの皆さんは、それはジェリコがね、取った方がいいというふうに思うかもしれないんですけど、もうそういうのはね、もう AEW でやってください、ジェリコさん。もう AEW のね、ベルトかけて今度やるでしょう、ハングマンページと。ね。それでもうベルトを体感してください、そこで。はい、ぜひ。なので、IWGP のベルトを体感しようなんて、もう思わなくていいです。はい、ぜひ。なのでね、AEW で頑張っていただければというふうに思います。はい。まあ、ということでですね、この3試合、予想してみましたけれども、まあ、皆さんの予想もね、ぜひコメント欄に書いていただければと思います。まあ、もちろん僕は内藤ファンですから、さっきも言った通り、この試合の中では IWGP のインターコンチネンタル選手権試合が一番気になるわけなんですけど、僕の予想では内藤哲也が負けると。はい、いう形になってます。で、じゃあ内藤哲也がどういう風にして今後活躍していくのかという僕のシナリオ、それは明日というか次の動画で発表したいと思いますので、ぜひ皆さんチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。はい、ということでね、ぜひ、まあ本当ね、お願いしますよ岡田さんねお願いします。本当にね、ドミニオンの最後にね、変なサプライズいらないからお願いしますね。ってことで、それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。アスタルエゴアディオス。